この時間はズームアップ。毎週木曜日は科学です。今週26日午前8時半頃、JAXA の種子島宇宙センターで開発中の小型固体燃料ロケットイプシロン S の2段目エンジンが地上燃焼試験中に爆発しました。これによって今年度中に計画していたイプシロン S の打ち上げは絶望的になったということで、今日はこのイプシロン S にズームアップしていきます。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。イプシロン S、燃焼試験で再び爆発、起こしてしまいましたね。ねえ、動画ご覧になったりね、写真ご覧になった方もいるかもしれません。はい、まあ、かなり盛大に爆発してましたね。ですね。まあそもそもイプシロン S って何ですのっていう人もいると思うんですよね。そうですね。H3 とかね、イプシロン S とか。そう、うん。なんかちょっと胃腸薬みたいな名前ですよね。なんか効果ありそうな。うね、いや。ロケット、ロケット。間違えてしまいますよね。はい。あの、日本ってまあ自前でいろんなものを宇宙に打ち上げる手段を持っているんですけれども、はい。ロケットは、国産のロケット2種類あるんですね。はい。で、一つは H2 とか H で始まるやつ、うん。はい。これ今年に入って結構成功続いてて、もう3機も打ち上げてるんですよね。そうですよね。うん。これはまあ、割とお馴染みかもしれませんね。H2 とか H2A とか H3 とか、まあ、いろいろね。はい。進化しております。ええ。で、もう一つ、イプシロンっていうのがあってですね。はい。H3 は、液体燃料、ガソリンみたいな。液体燃料を詰めて、遠くまで打ち上げる大きいロケットって覚えておいてください。はいはい、イプシロンは、固体燃料で、割と小型のものを打ち上げる手段なんです。で、固体燃料って言ってもちょっとイメージ湧かないかもしれないけど、要するにね、まあ、花火みたいなもんですわ。打ち上げ花火。で、液体燃料の方は結構ね、そのタンクに液体燃料を入れるところから準備に時間がかかるんですけれど、はい、固体燃料ロケットっていうのは、まあ、作っといて、その都度打ち上げられるんで、打ち上げを決めてから打ち上げまでが短くできるっていうのが特徴なんですね。スピーディーに進められるわけですね。そうなんです。うん。なのでまあ日本、まあ海外も大体そうですけども、液体燃料で大型のやつと固体燃料で小型のやつっていう、まあなんかこう、二つの手段を持っておくっていうのはまあなんか常識なわけです。なるほど。はい。で、イプシロンっていうのはその固体で小型の方なんですけれど、今、イプシロンロケットっていうのを改良してて、今、改良してる真っ最中なんですよ。はい。で、今年、まあ、本当は去年のデビューを目指していたんですけども、去年の燃焼試験で爆発を起こして、1年かけてその原因を突き止めて、まあ、改良して臨んだんですが、今回も失敗ということになりました。まあ、点検項目がね、200項目あるそうで、はまあ、それで見つかればね、原因が見つかれば、またそこを改良して、再試験ということになるんですけれども、まあ、再試験をするとしても、まあ、来年の春以降になるんじゃないかと言われております。このプロジェクトマネージャーさんの井本さんはですね、3度目はないと力強くおっしゃっていました。これ、でもね、まあ、じゃあもう失敗続きだからやめるかっていう話も出てくるかもしれませんが、ほう、やはりここはね、失敗、今のうちに失敗しておこうっていう考え方も宇宙開発にはあります。そうですよね。ね。だって、ね、作って、お客さんの商品乗せて、打ち上げ失敗したら困るじゃないですか。その手前で、いろいろ。そう、手前で、部品を何度も試験して、それで、失敗したら失敗の芽を摘むと、いうのが、まあ、宇宙開発の、まあ、常道なんですね。はい。
例えば、皆さんもよく動画とかでご存知だと思うんですけど、はい。イーロン・マスクさんが率いああ。るスペース X。ええ。ね。これはもう本当に10年ぐらい、たかだか10、2000年代に創業した会社で、もう、今でこそね、人間を国際宇宙ステーションに運んだり、あと一回打ち上げたロケットが、動画巻き戻したみたいそのに、まま打ち着上げ地すたるっ場ていう所に戻ね。ってくるっていう、そうそうそうそなんかすごいですよね、あの技う。術。ねえ、トリックじゃないかと思うぐらいですけど、ねあれも、私たちが見てないだけで、え。ええ。もう失敗すご相いたく当さんしてるね、んしでてすたんよ。でしょうね。そうか。相当爆発させてます。その上にそういう成功があるというふうに考えてもらうといいのかもしれませんが、ただちょっと、科学者から言うとね、これ結構ダメージ大きいです。それは、その心にも。もう心がね、やっぱり折れかけてると思うんですああ、が、そう、ええ。あとやっぱりね、ちょっと JAXA のその全体で言うと、最近ちょっと打ち上げとかいろんな失敗が続いていたので、例えば2022年、2年前には、このイプシロン、前初代イプシロンの6号機って、お客さんの商品乗せたまま失敗してるんですね。ありましたね。ね。で、その翌年には、今でこそね、成功続いてますけど、H3 ロケットの初号機が、お客さんの商品乗せたまま、これ国の衛星ですけども、そうです乗せね。たまま失敗しました。で、失敗が続くと、やっぱり、チャレンジする、心が少しね、ちょっと萎萎縮縮ししちちゃゃいうまとすころよも、ね。そうなんですよ。それから、やっぱりお客さんの商品を乗せたまま、打ち上げ失敗すると、お客さんが離れるんですよ。大丈夫か、日本に任せて、ということでね。そうですね。で、他にも打ち上げビジネスは海外にいっぱいあるので、結局、顧客をほら、つなぎ止められなくなるっていうダメージも、ちょっと心配です。じゃあ中国に行こうかなとかっていうね、そういうふうにそうでこうす変わっね。ちゃう可能性があるってことですよね。実際、この今回の燃焼試験の失敗を受けた直後から、このシステムの設計とか開発を行っている IHI、昔の石川島播磨重工ね。IHI の株価が急落してるんですよね。敏感ですこうね。いった経済的な、ダメージも、ちょっとね、取り戻すのに少し時間がかかるかもしれません。ただ、この失敗の上に、成功が待っていればですね、いれば、日本も、打ち上げ、小型衛星って今、世界中のいろんな民間企業が自分の会社のための小型衛星打ち上げるとかですね、すごい市場が成長中なので、そこに乗っかって、そして、いずれは、今は、JAXA が開発してますけど、IHI エアロスペースという民間企業が、打ち上げビジネスの、なんていうか、企業として成長していくきっかけを今作りつつあるわけですよね。日本もせっかくね、打ち上げ場所があるわけですから、ここは失敗をちょっと、反省しつつ、くじけず、そうです着よ実に。ね。人命のね、犠牲とかはないそうですというね。ところが、もう、これが不幸中の幸いであって、そういう失敗を許されませんけども、失敗を糧にやっぱり少しずつでも進んでいかないといけないと。そうですね。ここはちょっと厳しめの応援歌として送っておきたいと思います。もうやめるわけにはいかないいとや、いうそうですね。よね。そして、ここから何か得たことが次の開発にまたつながって成功に結びつけられれば、今回のことは失敗とは言えないっていうか、失敗と呼ばずにも、過程ですよそうです、そうです。ね。そう、過程、プロセ過程、ス。ね。必要なプロセスなのかもしれませんしね。ということで、今日はイプシロンについて解説していただきました。本村さん、ありがとうごあざりいがましとうごた。ざいました。ありがとうございました。毎日新聞客員編集委員の本村ゆき子さんでした。